せーの、始まり飲酒運転。福岡から飲酒運転をなくす隊結成です。交通事故をなくす福岡県民運動本部が取り組む飲酒運転撲滅キャンペーン。このキャンペーンに賛同する飲酒運転なくす隊が9月14日福岡県庁を訪れ、知事を表敬訪問しました。飲酒運転なくす隊とは、福岡から飲酒運転をなくそうと福岡吉本の皆さんが集まり結成したもの。隊員の皆さんは次のように決意表明をしました。この度福岡吉本は飲酒運転なくす隊を結成いたしました。もう本当に福岡はですね、飲酒運転がもう多すぎる、もうひどすぎるということで、僕たちがですね、本当は今日も来てるメンバー、そして来てないメンバーもいるんですけども、全員で全力で、テレビラジオイベントでですね、PR 活動を行ってまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。お願いします。力強い決意表明を受け、知事は次のように皆さんを激励しました。先ほど来ご報告いただきましたように、本日飲酒運転なくす隊を結成をしていただき、私どもの福岡県の飲酒運転撲滅キャンペーンに全面的にご協力をしていただくこと、大変心強く、またありがたい次第でございます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。これから皆さん方には年末にかけまして、各種イベント、あるいは、キャンペーンバッジをつけてテレビにご出演をしていただいたり、直接県民の皆様に飲酒運転撲滅に向けての意識を高めてもらうための働きかけをしていただくことになります。皆さん方はテレビラジオ等で大活躍でございます。県民の皆さんから大変愛される方々ばかりでございます。そういう皆さんが生の声でその思いと直接県民の皆さんに伝えていただけるわけです。飲酒運転撲滅に向けた県民の一人一人の意識がきっと高まっていく、そのように信じております。これからもどうかよろしくお願いいたします。ありがとうございます。最後に皆さんが意気込みを語ってくれました。本当、飲酒運転があるとやっぱり楽しい県にはならないと思うんで、本当に僕らのできることというのはやっぱみんな福岡に住んでますんで、もうその隣の家の人からね、会った人から全員に声をかけて、できる範囲でですね、声をかけて、草の根運動じゃないですけどね、会った人にそれぞれ声をかけていきたいと思います。特に若い人のね、飲酒運転を減らすということが僕たちが任命された理由みたいなんで、その若い層を中心にですね、本当に飲酒運転は良くないということを伝えていけたらなと思います。はい。僕ら運のいいことにテレビとかラジオとか出させてもらってますんで、そのテレビに出た時もですね、その飲酒運転に関することはですね、そこだけはもう本当に真面目にずっと話をしてですね、もう普通に考えたらですね、もし飲酒運転で事故を起こしたらどうなるかということを考えたら、普通の人間だったらもうできないと思うんですよね、絶対に。だからそれがどれだけもう辛いことなのか、自分自身もそうですけども、その相手の問題もありますし、自分だけの問題じゃないですよね、家族、そしてその後何代も悲しい目に遭うんだよっていうことをですね、できるだけイベントなんかでもそうですけども、電波に乗せて強く訴えていきたいと思っております。飲酒運転なくす隊は12月31日までの飲酒運転撲滅キャンペーン期間中、テレビやラジオなどで広く啓発活動を行っていきます。飲酒運転は決して許されません。飲酒運転は絶対しない、させない、許さないを合言葉に、県民みんなで飲酒運転撲滅に取り組みましょう。